ポリデウケス、または、ポリデウセスは、土星の、第34衛星である。ディオネとほぼ同じ軌道を公転しており、ディオネの、ラグランジュ点に存在するトロヤ衛星の一つである。2004年10月21日に、土星探査機カッシーニによって撮影された画像の中から、カッシーニ画像班によって発見された。その12日後に撮影された2枚の甲子屋画像の、 中にも映っているのが確認された。発見は、同年11月8日に、国際天文学連合のサーキュラーで公表され、S2004S5 という仮符号が与えられた。発見の段階では軌道を、はっきりと確定させるには観測データが不十分であり、テティスト、ディオネが好転する領域に存在しているとされた。ただし、土星の赤道面を、 ほぼ円軌道で好転していると仮定すると、ディオネと同じ軌道上にある衛星だろうということは判明していた。なお、過去のカッシーニのデータを調べたところ、最も古いものでは、同年4月9日に撮影された画像にも映っていることが確認された。その後2005年1月21日に、ギリシア神話の航海の守護者で、カストルの双子の弟、 ポルックスのローマ名にちなんでポリデウケスと命名された。同時にサターンクシグという確定番号も与えられた。ポリデウケスはディオネと同一軌道上にあり、ディオネの後方にあるラグランジュ点に存在している。このような衛星はトロヤ衛星と呼ばれる。ヘレネも同じくディオネのラグランジュ点に存在しており、こちらはディオネの前方のラグランジュ点に位置している。この状態は、 機動力学の観点から言うと、ディオネとポリデウケスが1、1の平均運動共鳴を起こしていることを意味している。同じ力学的関係にある土星の衛星として、テティストそのラグランジュ点に存在するテレストとカリプソがある。ポリデウケスはこれまでに4個発見されている土星のトロヤ衛星のうち唯一探査機による観測で発見されたものであり、 また最も新しい発見例でもある。ポリデウケスの実際の位置は、ラグランジュ点、エルゴの周辺を振動している。エルゴは、ディオネの後方60度に位置しているが、ポリデウケスの位置は33.9度から91.4度の、ハミで変化し、その周期は790.931日である。ポリデウケスの、ラグランジュ点周りの測り度は大きく、 ディオネに接近したり遠ざかったりする運動には明確な非対称性があり、ディオネを基準にした場合のポリデウケスは、おャ弱シ状の軌道を取るように見える。ディオネとの重力的な相互作用の影響で、ポリデウケスの表面は静水圧平行になっているが、内部は平行になっていない可能性がある。これは、メトネと似た状況であり、メトネは、ミマストの相互作用により、 静水圧平行になっていると考えられている。ありがとうございます。